坂本志郎1931年4月11日は、日本の政治家、実業家、記者、高知県生まれ、郷は、戸村移民、坂本ソロヤの弟、1871年5月19日、土佐国長岡軍備に岩村に生まれる、1887年土佐利支社に入社。先修学校を卒業後、朝鮮政府内無顧問秘書となる。 中外商業新報の記者となり、1894年、日清戦争に際しては、軍事探偵となって、満盲の情報を収集。その後、臨時台湾総督府鉄道隊に報職1896年、フィリピン独立運動の時、台湾総督、ヌギマレスケの密命を帯び、フィリピン軍党の内情を探査。7年間滞留し、 情報収集の傍ら独立運動にも関与した。海外貿易会社マニラ支店長を務め、太陽石油、中外石油会社の取締役を歴任。日露戦争の後、カラフト町事務職宅としてアレクサンドロフスクへ渡る。その他、バンドー鉄道、国本石材の取締役も歴任した。1908年、立憲声優会高知支部幹事長となる。 1926年頃より、板垣大輔の詳細な電気を編算して後世に、残さんことを志した、旧自由党員、今畑西森の相談を受け、中野虎次郎、谷泉、西内正らと相談し、大輔の書生であった歌奏名を激励し、月々の生活費を援助して、執筆に当たらせた。1928年、第16回衆議院議員総選挙に、 立憲政友会から出馬して当選。衆議院議員を務めたが、1930年の総選挙では落選。1931年4月11日死去。去年61。高知県南国市肉草の坂本公園に、兄のソロヤと共に、検証記念碑が混流されている。ありがとうございます。